停しました。各駅停車、大阪梅田駅です。次は大本通、大本線です。こんにちは、鉄売です、ここは阪神電車の大本駅 HS08 ということで大阪梅田から8駅目の駅となります。ここは大本、ここが1番乗り場、そして向こう2、3、4と行きます。1、2番乗り場は上り方面、下り方面の阪神本線、そして3番乗り場、4番乗り場は阪神難波線方面に行きます列車のものです。では早速この大本駅見ていきましょう。大松駅は普通電車しか止まりませんので、各駅停車は1時間に5本、6本ある、各駅停車のみしか止まらないものとなっております。ということで早速、駅の紹介したいんですけど、とてつもなく寒いので、ちょっとね、これ寒すぎる。阪神電車のありがたい点といえばここなんですよね。自動ドアでついてて、空調設備がついてて、最高ですよ。そしてこれを飲みましょう。これね。さっき買ってきたやつです。よいしょ、ちょっと待って、 TV が死にそうですわこれ、はい、午後の紅茶、午後ティー飲みます。あったき、あ、やばい、通過来る。奥から来たのは東生駒駅だ。あれは東生駒駅の阪神難波線経由ですね、近鉄の方面に参ります列車です。あれは近鉄の車ですね。あ、また来た。これはなんだ、直通特急か。ということでもうすぐ普通が来るのでちょっと見ていきたいと思います。まあ、この冬の待合室といったらね、なんと嬉しいものか。はい、じゃあ向こう行きましょう。疲れた、これ降りる方ですか。なんかな、違うな気がするな。違うな、逆だな。ここだな。はあ、じゃあ恥ずかしいことしたわ。さて向こう行きますか。なかなかなレンガ調でいい作りですね。あちらからは阪神電車、線形電車です。こちらね、奈良のラッピングがされておりますね。空が明るくなってきましたよ、皆さん。最寄り駅5時2分に出ましたからね、今日。このオレンジ色が特徴な普通尼崎駅です。こちら、線形にね、このラッピングがされております。向こうからも普通電車やってきました。下り方面の普通、あれ高速神戸駅かな。いえ、神戸三宮駅でした。5700系、とてもこのカーブがですね、すごいカーブですね。次女さんはモニターを確認しながらお客様の安全を確保して発車していきます。阪神電車は待たずに乗れるっていうのが売りですから、10分に1本は来ますし、普通の駅でも10分に1本、そして乗り換えがとてもね便利な場所になっております。発車します。一番奥に見えてまして、
ここで分かれてるんですけど、左側がの下り線、右側が上り線です。向こう尼崎駅になっております。寒いですね。あっち向きでも撮りたいな。なかなかね、大物駅というのはいい構図になっておりますので、あちらなんかには尼崎大松病院だからどこやねんみたいな感じなんですけど、面白いですね。このキーンコーンっていう音がいっぱいあるんですけどね、こちらの音はもう盲導輪と言いまして、まあ、目が不自由な方への、まあ、耳でお知らせする、こちらは駅ですよ、こうやって行きますよみたいな、改札ブリッジですよみたいな、まあ、いろいろあるんですけど、それを教えるためのものだそうです。大松駅、寒い。列車来ないかな。これより先立ち入り禁止、まあ立ち入れないけどね、ここね、立ち入るのも難しいわ。下にバス停とかある。これなんだ。あー、なんとかスクール、ライフエッドオブ、あ、わかりました、なんとかスクールがあります。さて、阪神の PV でも作ろうかなって思うぐらいのいい構図なんですが、なかなか列車が来ないので、列車来るまでカットしましょうか。はい、電車来ますよ。ね、あれはまもなく尼崎に到着しますね。あちらは姫路まで行くというから、まあ、驚くべきことですよ、本当に。こんな朝の時間帯でも頑張って走ってもらってるんですから。さて、下りではなく上り方面の列車が来ます。今日はとっても寒いのでね、阪神の紹介こんぐらいしておこうかな。尼崎駅の隣ですから、急行、直急、そして、直通特急、それからですね、普通、快速急行、急行、直通特急、特急、阪神の方の特急ね、と、あと、向こうから来る普通ね、阪神難波線の方から来る普通。カーブがまたいいですね。こっち方面も来ないかな。また同じ構図になりますが、もうなく一番乗り場にやってくる列車は普通、大阪梅田駅4両編成でやってまいります。阪神電車というのは最大6両、阪神難波線では10両という列車が走っておりますが、本線では6両までしか走っておりません。すごいですよね。またあいつだよ。別に僕は新しい列車が嫌いというわけではないので別に大丈夫なんですけど、さて間もなく発車しますよ。これが10分に1回行われていると思えばすごいっすよね。あ、しかも5701、これ特なんていうの、これちなみにブルーリボン賞付きかな。あ、ついてなかった。さて、ではこの辺で終わりましょうか。皆さん、今回もね、ここ、大松駅にやってまいりました。大松駅というのは阪神難波線と阪神本線のある駅。ではね、最後に僕は快速急行ではなく東生駒駅の普通列車に乗って今帰ろうというか難波の方面行こうと思っている。ちょっと用事があるので、あ、まだ列車来るかな。なんかな、光ってんだよあいつ。あ、では向こうに乗って終わりましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画を
お楽しみください。ご視聴ありがとうございました。